里見隆二でございます。今県内を回っておりますと、やはり皆様から多くご要望をいただきますのは今の物価高騰対策でございます。私たち自公政権、もうすでに具体的な対策を進めておりますけれども、物価が上がるのであれば賃金所得も上げなければなりません。私は10年前、ちょうど厚生労働省で就いたのが賃金引き上げの担当課長という職種でありました。その職場で最低賃金を上げていこうと中小企業にしっかりと調整をして、以来10年間で最低賃金は200円上がり、この愛知県では時給955円、200円も上がったんです。こうした賃金の引き上げ、そして物価と高騰対策、さらには経済成長、これらは安定した自公政権の下でしか成し得ない政策でございます。この愛知県から何としても皆様に国会へ再度送り出していただいて、ぜひともこれらの政策を進めさせていただきたいのでございます。しかしながら定数4の中で私里見隆二、まだまだ当落線上の男と言われております。どうか皆様、私里見隆二を当選圏内に押し上げていただきますよう、皆様にお願いを申し上げる次第でございます。自民党はこの愛知選挙区で労働政策のスペシャリスト里見隆二さん、自信と責任を持って推薦をさせていただいております。働き方改革の問題、そして最低賃金200円上がったんですよ。この引き上げに与党の中で一番中心的な役割になってくれたのも里見さんだ。労働政策、働く人、生活者の立場に立った政策をしっかりと進めていきます。労働政策なら金メダリストですよ、里見隆二。私も本当に期待してます。公明党はこのいろんなものの値上がりを抑える、そして生活にお困りのところには現金給付もやっています。これから大事なことはそこに賃上げの流れを結びつけていくということです。もうそれをやるなら里見隆二さんかしかいないんじゃありませんか。最低賃金は7月に決めますからね、これも上がるようにします。そして賃金上げた企業には減税で応援します。上げたくても上げられないというところには補助金でお手伝いをします。あの手この手で賃金が上がる流れを作り出していきたいと思います。これをやるにも何としても愛知選挙区から里見隆二を国会へとお届けいただきたいのであります。あと一歩もう一息であります。この混戦を抜け出すために皆様のお力が頼りであります。どうぞ皆さん、里見隆二勝たせてください、押し上げてください、働かせてください。